私の大切なもの、ニグソン・エミ。私の大切なもの、ぬいぐるみのうさぎです。名前はうさと白です。ふわふわです。日本から来ました。昔はママのでした。うさは40歳くらいです。いつも一緒に遊んだり寝たりします。私はうさが大好きです。これからもうさを大切にします。聞いてくれてありがとうございました。私たちの好きなもの。猫が好きです。猫が好きです。猫が好きです。犬が好きです。犬が好きです。犬が好きです。うさぎが好きです。子もが好きです。コアラが好きです。アイスクリームが好きです。アイスクリームが好きです。寿司が好きです。友達が好きです。弟が好きです。サッカーが好きです。サッカーが好きです。お洋服も好きです。クッキーです。メイクアップが好きです。メイクアップが好きです。うちも好きです。こんにちは。僕の名前はティモシー・プーリーです。今日は僕の好きなものを教えます。ゴールを守るのが気分がいいのでサッカーをするのが好きです。僕はカーリングをするのが好きです。氷に乗るのが好きです。3、2、1、アクション。カット。レゴのストップモーションアニメーションを作るのが好きです。このビデオを見てくれてありがとうございました。じゃあねー。私たちはスコットランドに住んでます。そして僕たちはハイランドパールが大好きです。めっちゃ大きい動物だけど、めっちゃ優しいからです。この子は男の子です。そしていつも男の子は、怖いけど、この男の子は優しいです。
こんにちは。私の名前はアドリアーナです。10歳の小学5年生です。今日は私の大好きなものについて話したいと思います。2歳の誕生日の時にプレゼントとして両親から猫のぬいぐるみをもらいました。そのぬいぐるみが好きすぎていつも大切にしています。名前はキティです。私の親友です。キティはフランス、日本とマレーシアへ行ったことがあります。今、私と一緒にイギリスにいます。今年は8歳になります。キティは灰色の毛、青い目、そして長い尻尾をしています。冒険が好きで、たくさんの冒険へ行きました。ありがとうございます。